こんばんは。BRC プロ、GO 松本への挑戦。昨日ですね、松本選手の、リプレイ動画を見た、後にですね、それを参考に、練習で、走っていました。で実際 の、 レースでもタイムアタックしていましたが、結果的にはですね、松本選手と同じボディ、を使った場合、松本選手 S3 というタイプなんですが、を使った場合、僕は、27周の3秒後半がもう限界でした。でもうロールの仕方が、S3 の場合は、リアに、乗っかるタイミングが早いんですね。それは、早いと思うんですが、どうしても僕はそれを使って、速く走ることができませんでした。10秒台に入らないと、まずはラップタイム、ベストラップが10秒台に入らないと、勝負にならないんで、まずはどうやったら10秒台に入るか、考えて、ボディの選択を、変えました。で、S シリーズと M シリーズってあるんですが、M シリーズは、どちらかというとフロントがクイックに動くんですね。で、これはもう好みで M シリーズ、S シリーズって大きく分かれて、どちらを選択するかで、他の部分のセットアップで、あとドライビングの仕方、変えていくんですが、今、チャレンジしている、10分の1ツーインカーのストッククラスはですね、セットアップできるポイントっていうのは限られているんです。スタビ、の硬さですね、あとデフの硬さ、あとは車高ですね、これぐらいしかセッティングするポイントがないんです。要するにほとんどの部分は、ボディの選択と、あとはもうドライバーの技術ですねによって決まってしまうので、非常に面白いんです。モディファイクラスというのはいろんなもっと、サスペンションジオメトリーが選べ、それはそれで面白いんですが、純粋にレースとして楽しむなど、ストッククラスの方がですね、僕は楽しめるんですね。で、結果的に、やっと、僕も10秒台にタイム入ることができました。でその状態で、タイムアタックしていました。こちらがタイムアタックの、リプレイです。ご覧ください。この高速コーナーですね、外からパワーをしながら失速せずに進入できるようになりました。なので全体的に、全体のスピードが上がりました。この区間ですね、高速コーナーからの入り口で失速させてしまうと、どうしても、そこからスピードを上げようがないんですね。1周目に10秒9が出てるんで、悪くないと思います。この細かい今の切り返しも非常に良くなりました。
こら辺で、10秒ゼロで周回できないと勝ち目がないですね。ちょっとね、ライン甘いですよね。マージン取りすぎ。後続コーナー攻めきれてないですね。まあレース中ね、自分で攻めてるつもりなんですけど、どっかにやっぱり、まあ、攻めきれないんですよね。甘いですね、ラインが。こっからほぼ全開なんですけど、一瞬スロットル戻してまだ全開なんですけど、あそこは勇気はいるんですけどここ練習しないとですね。まあ自分のウィークポイントというか、どこが遅いのかというのが見えてきたんで、だいぶ、進歩したと思います。27周の5分3秒3ですね。このタイムで、暫定の4番手松本選手の28周に入れるためには、アベレージであと、コンマ2秒上げなきゃいけないわけで、まあ、ベストラップが10秒台入れられているんで、まあ、あとはその精度ですよね。10秒で入ってるわけですから、同じタイムを出し続ける精度、自分のコントロールですね。ちょっとその辺をね、しっかり練習していきたいと思います。